160 years ago, Japan and Switzerland may have seen each other as occupying opposing edges of the world. But today, we explore new frontiers and tackle global challenges together. This spirit of curiosity and breaking boundaries is also what will guide us on the road to the Expo Osaka Kansai in 2025.昨年、教育研究イノベーション庁と文部科学省との間で協力覚書を締結いたしました。また、同時期に大阪にスイスネックスが開所されたことも大変嬉しいニュースでございました。これらを契機に、両国間における科学技術協力がさらに促進されることを期待しております。ちょうど日本に来てからの年数とスイスに住んでいた年数が同じくらいのタイミングなので、なんかのご縁だなって感じる部分もありますし、こうやって少しずつ少しずつこういい関係がこう積み重なっているんだなっていうのを、I'm quite fascinated that, that we have two different distinct cultures, the opposite side of the planet, yet they have so much in common, like Swiss design and Japanese design.Optically look quite similar. It has like a reduced aesthetic, a lot of like white space, and it's quite minimalistic and to the point. I would say it's precise. 私は、15歳の時にローザンヌ国際バレエコンクールというバレエのコンクールで、スカラシップ賞を受賞し、2年間留学しました。で、それがやっぱり私のキャリアの中での本当に大切なハイライトで、それがなかったら今日はないと言えると思います。スイスもですね、そして大分も障害のある方、そして多国籍、誰でも活躍できる社会を目指して取り組みをしています。大変嬉しいのはスイスの政府が博覧会に出展していただきまして、非常に美しい、それから印象的なパビリオンをお作りくださると。160周年の関係をから思い起こすことはですね、やはり1970年の大阪万博です。で、私はまだ10歳ほどの少年でした。で、その時に万博に行きまして、スイスパビリオンのものすごく綺麗で優雅な姿を印象に覚えております。エメ・アンベールさん、あなたがいなければ今のスイス時計業界はありません。乾杯。